そう。そうなんですよ。で、あの立体的っていうのがまたすごいそのね。ありがとうございます。だってよかったわ、そんな。挟んで額とかはあるけど、ちょっと香りもいい。でしょ？ね、うん。それがね、あのお花の良さなんですよ。うん、皆さんこんにちは、馬花です。2年前コロナ禍の春、少しでも元気や笑いを届けることができたらって自転車を買って東京大阪を1週間かけて走ってみたのがきっかけで、今まで通り過ぎていた景色や人に出会い、すっかり自転車旅が大好きになってしまいました。ただし僕の旅では決まりが一つ、毎日どこかでレイを作って誰かにプレゼントするってこと。これが僕の花と笑顔の自転車旅。今回はいよいよ九州一周にチャレンジします。どんな花が待っているか、どんな笑顔に出会えるか、それでは安全運転で行ってきます。おはようございます。最終日の朝です。今セブンイレブンで3個入りかぼちゃ蒸しパンを2個食べました。今日はいよいよですね、前回九州入りした場所、小倉、ここまで目指していきたいと思います。130キロぐらいなんで、まあちょっと早めに出ましたんで余裕を持っていきたいと思います。これから国東半島をぐるっと回りたいと思います。寒くてトイレ休憩。今吹浦ってとこですかね。夜が明けてきました。こっから高くなるといいな。さあもうちょっと前行こっか。国東半島のこの辺、この辺まで行きたいと思います。夜が明けてきたんでちょっと自転車止めてみます。すごい綺麗だね。さあ先へ進むか。国見町に入りました。トンネルはライト点灯でお願いします。じゃあせっかくだからどうですか、五輪ぐらい、五輪ぐらいに、うん、一番短くいいですか。 OK。 え、どちらの方から来たの。東京からなんですけど、今九州一周してて今日最終日なんですよ。最終日なんでちょっと髪の毛を、最終日なんでちょっと今日は身だしなみを整えないといけないかなと思って。いいですか、お父さんの技で。家は長く、ヒゲももう、バリカンで切るだけでもいいや。このままでもいいし、こっちだけでも、うん、こっちだけにしよっか。上だけね、うん、東京のどちら、五反田ってところです。あ、五反田ご存知ですか。品川の、うん、品川駅の隣の隣。うちの子供が今に西東京におるんです。ああ、いいとこですよ。西東京の方が全然。ここお父さんここでもいい。ああ、いいです。よし、すいません、ちょっと今少し汗かいてるかもしれないけどお願いします。はい、お父さんもここ何年やってるんですかこれ。え？何年？何歳の時からやってるんですか。違う。もう長いな。もう長い。その前お父さん、うちの父がやってたんだ。へえ。また来ますね。次は、はい。あ、いや、お父さんも、はい。また来ますから。はい、次はもうシャンプーも何も全部してもらいます。お、何時だ。
7時半だよ。7時半、7時半の床屋さんってなかなかないですもんね。ありがとうございます、はい、本当に朝早くからすみませんでした、はい、ありがとうございます、はい、お世話になりました、はい、元気で、はい、お父さんも、はい、お父さんも目指せ米寿で、はい、どうですか、お父さんも行きますかお父さんも行きますか、小倉まで準備 OK で参ります、はい、ありがとうございました、はい、失礼します、はい、じゃあ失礼します、ありがとうございました、はい、よいしょ、ありがとうございました、どうですかねさっぱりしちゃった、本当に偶然に見つけて、お父さんと目が合ってお願いできるか聞いたらお願いできるってことなんで、急遽朝の7時半に床屋さんですなかなかない時間だと思いますけど、ありがとうございました、まあいい休憩になりましたねいやーさっぱりした、よし、やっぱり床屋さんはいいね、後半も、後半っていうかこの先も頑張っていきたいと思います、豊後高田まであと32キロ、頑張りましょう、ちょっと予定にないんですけど、お花の名所みたいに書いてあったんでちょっと寄ってみます、蜘蛛の巣がないことを願って頭をぶつけないように、なんかいる、なんだあれは、なんだ、鹿と魚と、なんだなんかいた、なんだあれ、なんかカエルみたいなのがいたぞ、違った、何これは、アサリかな、なんかここにもなんかくっついてる、あそこにはヘビがいる、なんだこれ、どういう伝説、ちょっと上行ってみよう、ひまわりかなんか咲かせてたかな、これからコスモスとかなのかな、何もなかったあ、向こうにちょっと菜の花みたいのがあるか、ちょっと見に行ってみようかね、よいしょ、遠くから黄色く見えたのはひまわりだった、でももうひまわりももう全部お疲れ様な感じだね、また来年のための種をつけれてるんでしょう、こんな感じでした、見えないベンチ、なんだ見えないベンチって、見えないベンチの指示に従ってきたけどベンチは見えないや、あれかな、あれか、行ってみようか、来てみたけどどういうことなのかよくわからないままでしたけど、ここ確かにお花咲いたら綺麗だね、そういうとこなんだろうな、長崎花、ちょっと長崎花岬だっけちょっと皆さん調べてみてください、はあ、さあ次行かなきゃ、いろんな絵がこうやってトンネルに描いてあって、ここでみんなが写真撮るんだね、素敵だね、それこっち側にもある、みんなはどれがいいのかっていうことよね、いろんなのがあるから、もし来る時があったらぜひ写真を撮ってみてください、大高田のレトロな街に来たよ。
ここは ANA の機内誌の取材で竹田に来た時、浅田さんと来たことあるな。なんか食べれないのなんか食べれませんの。おはようございます。なんか食べれません。おはようございます。九州の牛乳でしょ、緑ってね。あ、大分だ、確か。揚げパン。すごい。給食屋さんでおやつタイムにしました揚げパン、自分の時はただお砂糖だったですけどね、きな粉とお砂糖で美味しかった。でも目つぶって食べたら揚げパンかマラサダかわからないっていうさあここからはね、ゴールまでは80キロぐらいあるんですよね。今日何キロ走るんだろうね。どこまで行けるかわかんないんで、行けるとこまで行きながら、とにかく進みながら、何か足を止める場所があったら止めようと思います。はい、豊後高田から宇佐に入ってきました。宇佐っていうとね、山に USA って文字が入ってるのが有名ですけど、どっかで見れるのかな。中津っていうところをまず来ました。唐揚げが有名なとこだよね。中津唐揚げって聞いたことあるけど、とりあえず今んとこポイントがずれたのか唐揚げに会えないんですけど、さっきの人は今日300キロ走るんだって。すごいね。俺が百何十キロでピーピー言ってんのにね恥ずかしいね。よし、もう少し、じゃあ頑張っちゃおう。今日ちょっとレイ作れなかったんで、桜の葉っぱ集めてみよう。スタートした時は夏だったけど、もうこんな色になってるね。もうちょっと集めていきます。オクラをゴールにする予定だったんですけど、前回九州に入ったのが門司港からだったから、門司港からの方がいいかなと思って、今門司港に向かってます。おかげで、前へ前へ進んだおかげで時間も前だ早いですし、なんとか雨に降られないでここまで来てます。ただお花のことがちょっと心残りですが、まあこういう時もあるっていうか、今んとこ仕方のない状況です。すいません。まずは先へ進みます。はい、門司港到着しました。ああ
駅に着いた。ちょっと海行こう。せっかくだからね。意外や意外、あっという間に着いて4時半です今。今日は雨に臆病になって早く進みすぎたのかもしれないけど、おかげさまで雨に当たることなくなんとかここまで来れました。ありがとうございます。あ、ここ来たね。ここで T シャツ買ったんだった。まずは何はともあれ到着です。ちょっとどっか自転車止めて作りましょう。お疲れ様でした。無事門司港に到着しました。まあここ歩いてる人たちはすごくのんびりと楽しそうに過ごしていて、ここ何日間かずっと一生懸命漕いで、いろんなとこ走ったこととのコントラストというかね、なんか今まで走ってたことが本当にあったことかなみたいなぐらい穏やかな景色の中です。今日はね、本当にちょっと心残りなのが、あの床屋のお父さんにレイプレゼントできなかった。あれちょっと本当にあれだったよね。みんななぜあそこでって思ったと思うんだよ。もうずっとそれを思って走ってたよ。ここちょっと長いよまあそうなんですけど、ちょっとね距離が長かったことに対してのちょっと不安とか、いろいろ天気の不安とかってどんどん先へ先へ進んでしまったんでね、何もできないでいました。まあ今回もしかりですけど、まあ100キロとか走る、1日に走るっていうその工程が、まあ自分のキャパオーバーなんじゃないか。もうちょっと短くしてのんきに走った方がいろんな寄り道できたんじゃないかなっていうふうにも思いました。ただまあ今回のこの休みっていうかの間に何としても行きたいっていうところがあったからねっていうこと。そしてあと、あの長浜のねところでパンクしてしまって、そこから天草走れないでいるんですが、ちょっと明日から走ろうかなと思ったんですけど、明日から雨だということもありまして、ちょっと今回一旦、そこはまた次回の、お楽しみにとっておこうと思います。なのでぐるっと九州一周とは言ったもののですね、0.8 周ぐらいだったんじゃないかなって思うんですね。まあちょっと一周はできなくて申し訳ありませんでした。最後にせっかくなんでまたここでレイ作ってみたいと思います。ちょっとね、道すがら少しずつ集めたものがあるんで、それちょっと編んでみたいと思います。何があるかというと、さっき撮った桜の葉っぱ、そして草木、そしてアジサイがね、ラッキーなことにアジサイがあったんだよね。それからちょっと作って取っといたバラ、それから少しシダがあって、あとこいつちょこっとあるんで、これも使っていきたいと思います。これでこの旅の最後のレイ作りたいと思います。
九州走ってみて、まずやっぱり九州って広いんだなって思ったね。こう例えば福岡、大分とかで宮崎、鹿児島は全然植物の景色が違ったもんね。本当につい何日か前道でグアバ拾ってかじったりとかしてたんだからね。それが今ちょっともう肌寒いくらいな感じだけど、やっぱりそれだけ広いからいろいろなんだなと。いろんな地域ごとにね、やっぱり一口で九州って言ってもその場所によって違うよね。ハイビスカス咲いてたりとかもしたしさ、だからやっぱりその土地の土地の花とかね、自分たちの花みたいなものに着目するのってすごく大切だなと思いました。それなんか九州今回走ってみてまた再認識できたっていうか、やっぱりそうなんだ。お母さんは地元ですか？あ、もうすぐ近くです。そうなんですか。今日僕あの大分空港から、はい、ここまで大分空港から自転車で、うん、何時間ぐらいかかる？何時間かな。そうですか、うん、もうあちこち走られてるんですか？日本九州を一周今回して、うん、でどこまで、本当はどこにお住まいなんですか？東京です。すごい、羨ましい。ほんで今日これをこう何日か、うん、あ取るよね。ごめん、大丈夫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 、うん、道すがらこう花を少しずつ集めてきたんですよ。綺麗。それで作ってみます。綺麗ですよね。綺麗。あのドライフラワーでは見たことあるけど、生花でここまでね。生花でね、ここまではないよね、うん、見たこと ないです。はい、本当にないでしょ。うん、わ、綺麗。これね、うん、いやお母さんにプレゼントするわ。いや、そんな、もうだって僕だってまた作ればいいから、うん、いやいや、あのさ、僕、いや、ほんとドライフラワーではあるけど、生花ではまずないでしょ。ないよねえ、はい、これ作れる人はそんなにいないです。作ると初めて見た。そうですよ。なんで普段はどうやって、うん、いや、これが僕、うん、これをこの作り方を教える仕事をしてるんですけど、うん、今回九州を旅するのに、うん、毎日どこかでお花を調達して作って、うん、毎日誰かにプレゼントするっていうことをしてたんですよ。でもさ、プレゼント、でもね、今日は、うん、ちょっと距離が長かったから、うん、朝早くから で、うん、であと途中ちょっと雨降りてきたりとかで、うん、そういうチャンスに恵まれなかったの。だから、うん、今、うん、じゃあとりあえずゴールしたから作ろうかなと思って作った、うん、そうでしたか、うん、でそこにちょうど、うん、現れた私、ちょうどあのもうほんとさ、うん、あの失礼だけどさ、うん、2000円とかでもいい？いい、ちゃちゃちゃ、お金はいらないのよ。だってさ、そんな写真1枚だけ撮らして、それはいいけど、記念写真いいでしょ。もちろんいい。じゃあいいじゃん。じゃあもう話はついたよ。マジですか？マジよ、マジで行っちゃおう、もうこれ。でも、いや、それは申し訳ないよ。なんでよ。だってこれまでの作品よ。僕はだってまた作ればいいのよ。何が一番いいかっていうと、ちょっとこれをもらってくれて、うん、お花ってさ、うん、プレゼントしたらさ、うん、喜んでくれるじゃん。喜んでくれたことに嬉しいわけ。でもここまでの
まあ、それちょっと、とりあえずちょっとそのカバンを置いて、はい、とりあえずカバンを置いて、置いて、うん、うわ、ちょっと一回見てみて、うん、失礼します、どうぞ、うわ、ちょっと綺麗でしょう、俺も綺麗だなと思ってた、今日作って、ね、うん、ちょっと、でもすごいよ、あの本当ドライフラワーではこうでもここまでの大きさはないそう、ね、うん、そうそうそうなんですよ、で、あの立体的っていうのもまたすごい、そのね、ありがとうございます、だってよかったわ、そんな挟んで額とかはあるけど、ちょっと香りもいいでしょ、うん、ね、うん、それがね、あのお花の良さなんですよ、うん、よし、いいの、いいよ、じゃあ、うん、ちょっとこっち来て、どんな位置で、こっち来て、こっち来て、もう甘えちゃう、甘えなくてもいいけどすごい、え、本当に、いい、わ、私は今日、今年最高、嬉しい、本当、ありがとうございます、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、じゃあちょっとこれ、うん、どんなしたらいい、あのレイなんで、あ、これをこうつけるんですよ、もうなんかすいませんね、若い女の子じゃないでえ、ピチピチなギャルじゃないのよ、わか、なんたる幸せ、本当に僕だって幸せですよ、まあ、ちょっとチクチクするかもしれない、いや全然大丈夫です、あ、ちょっと今日ふと、うん、いい感じよ、本当に、本当よ、最高ですね、ちょっと見てみほら、服とすごいシックだ、いいよね、私着物の肩掘って染める、うん、東京に3年お方の先生と変えたんですよ、あ、そうなんだ、もう伝統、それこれで自分で染めたの、すごいじゃない、ちょうどいいよそれ、もう最高ですね今日もルーよし、じゃあ写真撮ろう、はい、もう甘いますね、ありがとうございます、いいんですよ、いいんですよ、こんなことってあるんやね、あるよ、いや、はい、いきますよ、はい、3、2、1、いいですね、女優ですね、ありがとうございます、バッチリです、あ、このまま帰ろうかないいよ、いいよ、じゃあ撮る、撮るのは撮ったり、大事に、あ、そうよね、うん、本当、なあ、もう面白くてな、袋ないのよ、じゃあ、そうと思って帰る、こうやって、こうやって、本当いいよ、なんかご住所かな、いいの、いいの、そんなの、うん、あげたい、あげたい人だから、はい、ありがとうございました、いやいやいや、こちらこそありがとうございました、最後にね、いい、いいエンディングでした、うん、気をつけて東京まで帰る、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、もちろんもちろんもちろん、早く、はい、早く帰ろう、はい、来られちゃう前に、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、遠慮なく頂戴します、はい、失礼します、すごいこんな日があるんだね、ありますよ、ありがとうございました、ありがとうございました、失礼します、はい、失礼します、よかった、なんてこと、やっぱりお花が好きな人はちゃんとこう出会えることになってたのかもしれないね、じゃあ九州 0.8 周の旅これにて終了です、また続きどっかで行けたらいいなと思います、ではチャオ。